神太島は、日本海の稲湾に浮かぶ、無人島、京都府与佐国稲町に属している。大間口340メートル、小間口120メートルを隔ててて、稲湾内に浮かび、橋で結ばれた主島と続島の2つからなっている。東西の長さは480メートル、南北の長さは200メートル、最高標高は48.3メートル。 亀島半島の亀山岬から約150メートル沖合に位置する。環境、景観、文化財等を保護する観点から、特定の日に地元ガイドなどを同伴しなければ、上陸できない。島内には島を一周する遊歩道がある。かつては、魚類の養殖場が存在した。稲浦に、数多くある船屋の昔の形を復元したものが、以前にはあったが、 2004年の台風23号で、船屋の裏の山が、土砂崩れになり、船屋は倒壊した。神桃は、稲浦だけでなく、丹後半島沿岸地域の漁民にとって、聖なる島であり、信仰の対象とされている。漁民、海洋関係者の信仰の対象である、恵比寿神社が祀られており、現在も、稲祭りやお別産といった祭事が行われている。かつて、 恵比寿神社には幸福、知恵、財福をもたらす七福神のベザイ天が祀られていたが、現在は対岸の城山のアタコ神社のもとに移築されている。昭和中期までは、御所も存在していた。神桃の青は、壁であり、死や信仰にも通じる文字である。大正から昭和にかけて、旧海軍舞鶴陳府に買い上げられ、国防上の要衝として、 魚雷発射基地が建設された。稲町の漁師の一部は漁船をチンタオの岸につけることもある。本土からわずか200メートル程度の距離であるため、一般人がゴムボートでチンタオ近辺を訪れることも容易であり、チンタオ近辺は釣りスポットとなっている。内湾なので比較的波が穏やかである。チヌ、クレ、フグといった磯物の定番が釣りの主な対象量である。ブリア、 シマアジなどの勧誘もあり、体愛化も期待できる。ありがとうございます。